僕はインボイス大賛成派でございます。ぬるま湯に使っていてそれが当たり前だ、それを当然の権利のように言ってる方が僕はおかしいと思います。1000万円以上の売り上げ上げましょうよ。インボイス制度ってのは何かっていうと、消費税のですね、課税を透明化する、そして電子請求書に対応すると。これまで紙の請求書を保管しなければいけなかったんですけれども、このインボイス制度の導入によってですね、電子請求書の保管だけで OK になるということで、ペーパーレスできる。そこで今すごく問題になっているのは何かというと、これ消費税というのはまずその売上を立てる人が消費税を 10% 付加して売るんですけど、それを仕入れた人がその 10% 分を控除できる制度なんですね。これだから消費税の二重支払いを防ぐためにそういった形になっているんですけれども、これをですね、非常にその明確化してですね、消費税を取りやすいような形にしたのがこのインボイス制度なんですけれども、なんでこのインボイス制度今ですね、特に野党からですね叩かれているかというとですね、年間売上が1000万円に満たない業者というのは消費税を納めなくていいんです。だからこれが免税事業者っていうのが、これからそのインボイス制度が始まると、それがもちろん継続はできるんだけれども、これは免税事業者から仕入れた場合控除できなくなる、という制度になるので、皆さん適格請求書事業者、請求書をですね、適格なそのインボイスの請求書を出せる事業者になりなさいよ。そのためには課税事業者にならなければいけない。でこの制度ですね、令和5年、つまり来年ね、2023年の10月1日から始まるんですけれども、一応その免税事業者に配慮して、6年間猶予期間が設けられていてですね、最初の3年間は課税額の 80%、 そして、その後の3年間はですね、 50% まで控除できるっていうことになってるんですけれども、それなりの会社ってのはみんな課税事業者であり、インボイスに登録する事業者になりますので、免税事業者から仕入れるとその分が控除できなくなっちゃう。6年の猶予の間はですね、徐々に、そういうふうな不利益っていうのが、どんどん大きくなっていくわけですけれども、そうなっていくと最終的にその免税事業者、売上1000万円未満でそのインボイスの登録をしなかった業者に関して言うとですね、売上の 10% 分を上乗せしてですね、消費税の分まで、こっちがですね、支払うべき消費税の分まで、しか、つまりそこを控除して請求書出せよというようなことを、今その免税事業者の中で囁かれていて、しかも、そういうその零細とか個人事業主フリーランスの人たちが実質的な増税じゃないかというふうな形で今騒いでるというのが、現状でございます。僕からしてみればそもそも免税事業者でしかないような事業をしてるのは事業じゃないよね。そんなのもうちょっとちゃんと頑張って1000万円以上の売上上げましょうよ。せっかくフリーランス個人事業主やってんだから。というふうに思うし、これまで要は逆に言うと甘やかされてきたわけじゃないですか。本来みんな消費税って払わなきゃいけないのに、そこは得してきたわけだから、それ税金っていうのは公平に払うものだ。今まで免税事業者であってた、ぬるま湯に使っていて、それが当たり前だ、それは既得権益化してるっていうだけの話で、それを当然の権利のようにですね、言ってるの方が僕はおかしいと思います。で、こうやって世の中の効率化を阻む、ぐだぐだ文句を言ってですね、そうやって、その世の中の効率化であったりとか、税金をね、実質的にね、効率化して、みんなが平等に払うような制度になってるのにですね、それをですね、忌避して、来た人たちが今ガーガー騒いでるのを僕はすごい問題だなと思ってるので、僕はインボイス大賛成派でございます。すごい生々しいえぐい話でございました。